松本人志のモノマネ芸人 JP 浜田雅俊から初対面で愛あるダメ出し、俺はどんだけ松本の声を聞いてると、ダウンタウン松本人志のモノマネタレントとしてブレイクした JP が浜田雅俊との初対面エピソードを明かす場面があった。7点に新しい別の窓ナンバー52では、モノマネ座談会と題したコーナーが展開され、JP のほか、松村邦弘、原口あきまさ、ミラクルヒカルが登場した。その中で、ご本人との初対面エピソードというトークテーマが設けられると、JP は松本の相方である浜田との初対面エピソードを明かした。ダウンタウンとがっつり共演することとなった JP がリハーサル部屋にいると、浜田の方から近づいてきたそう。浜田は顔を近づけ、お前、松本のモノマネにて変年。と開口一番で告げてきたという。JP が困惑していると、続けて浜田は、動きは似ている。けど、声は似てへん。俺はどんだけ松本の声を聞いてると思ってるねん。だからもっと似せろや、と言ってから、高笑いしたそうだ。そのような愛あるダメ出しがきっかけで JP も緊張が分かれ、本番では開き直って、本人を目の前に全力で松本のモノマネに挑むことができたのだそう。原口は、これを経て、ワイドナショー、フジテレビ系の代役を務めることとなった、と補足していた。アベマ、7点に新しい別の窓シャープ52より、